はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。どうします？ここの癖がすごく。これ全部癖？はい。あ、いいじゃないですか。いやー、ちょっと大変で。あれ？ストレートなの？うん。おー、了解です。で、うん、でもなんか、ブリーチしてるから、うんうんうん、宿毛矯正はダメだって言われて。ほうほうほう。ほんといきそうですけどね、そう、これだったら。で、なんかもう、中とかがすごくて、朝は、はいはいはい、なんか、アイロンしてまっすぐになっても、うん、もうなんか昼ぐらいにはもう、戻ってる。これあんまり好きじゃない？なんかもうちょっと長さが出てたらいいんですけど、うん、めっちゃ傷んで毛先が1ヶ月ぐらい前に切ったんですよ、ちょっと、はいはいはい、傷んでるところ、うんうんうん、なるほどね、はい、了解です。じゃあストレートですかね、はい、これ巻いてる？巻いてない。あ、巻かないで朝シャワーして乾かしてこれです。良さそうだけどね。まあでもストレートへの憧れ。いやなんか、うん、もうちょっと経って梅雨になったら大変だなっていう。あ、まあね、そう、うん、すぐにじゃあしちゃっていいかな。はい、はい、じゃあカットとかどんな感じがいいとかあります？長さはそんなに変えない、うん、オッケー、感じがいいんですけど、うん、ここら辺が長いんですかね。そう、前髪なんですよね、それが、うん、なんかちょっとお任せします。まあ、ましてからですかね、はい、カラーもしたてかな。カラー1ヶ月前ぐらい、ね、はい、じゃあとりあえずストレートに1回しましょうか、はい、大丈夫です。はい、ブリーチしててもやったー。OK、 じゃあちょっと一回後ろごめんなさい、はい、なかなかいい癖なんで、もったいないっちゃもったいないですけど、まあ、こういうのはご本人が大変だというものがあるんで、美容師さんもブリーチしてるから、はい、あ、この癖の方がいいですよみたいな感じで、そう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 、任されてる。いや、リスクはあるんですよ。そう、ブリーチ、あー、リスクあるなっていうのはあるんだけど、はい、まあね、しょうがない。美容師さんの気持ちめっちゃわかる、はい、あー、この癖ですよ、いいですね、いいですねそう、そう、それされてほとんど宿毛矯正とかそれやったことないですね。本当に、まあ、やっちゃいましょう、はい、OK です。はい、じゃあそんな感じなんですけど、ちょっと一回プレシャンして様子見たいんで軽くシャンプーします。でシャンプーした時に疎水部浸水部の、まず揃えたいのと薬剤の浸透を良くしたいんで両目手を 10.5 でチェンジリンスします。はい、じゃあそんな感じでいきましょう、はい、お願いします。はい、そんな感じでプレッシャーを割って、まずアルカリに傾かせてます。これでどんな感じになるのかっていうのをちょっと濡れた状態で髪質診断しながら、あとはドライするか、まあそのままウェットで塗るかっていうのを決めたいと思います。よし。まあ濡れるとそんな癖が強くなくて、ブリーチも消す、中間から毛先だけですよね。はい。ハイライトが途中入ってる。はい。ですね。うん、なるほどです。っていうことなんで、そんなに強くなさそうなんで、ちょっとだけハーフドライしながら、薬剤つけていこうかなと思います。じゃあ薬準備します。はい、じゃあハーフドライお願いします。はい、じゃあ今日は、ブリーチ毛、細毛軟毛でブリーチ毛の、緩やかな癖毛、ちょっとちりつきがちな癖毛のをいきます。はい、もう動画何本目かなんです。はい、ネオメテオの、まず根元中間を 7.0 のペーハーのやつにインクライン 10% で毛先が、4.5%、酸性の方ですね、4.5% じゃないです。pH 4.5。pH 4.5 の、ネオメテオに対してインクラインを 10%。もうそれの単純な塗り分けで大丈夫です。まあ、ブリーチが始まるのが中間ぐらいからなんで、中間部ぐらいをオーバーラップして、ペーパー塗布でもう一発でいっちゃいたいと思います。行きましょう。よろしくお願いします。数々の断られてきた。全然伸びないんですよね。なんか癖だから髪伸びんのもなんか長いっていう感じがないんですよね。大丈夫、そんな難しくない。襟足ともみあげは毛先の薬、根元から一発オール。一発。はい。めっちゃ言ったんですけど、ここの背景の YouTube 撮影、まだ、回数がないんで、はい、ちょっと完成して動画になった時、どんな形になってるか僕もまだ想像してない。光がね、はい、やっぱ自然光って難しいんですよね。確かに。前はね、結構ホラー穴のような、一応窓はあったけど、はい、ホラー洞窟ホラーなんてね、ちょっと難しいなと思います。まあ、最悪、はい、今日、数本撮って、編集するんですけど、はい、
編集してダメだなと思ったら、はい、もうあのあっちの日の光が入らないとこで撮影に変わる。いやせっかくなんか日の光が入るからね、こっちはいいから。確かにサロンワーク中はね、ここの席使ってるんですよ、はい、あへうん、ただねこの光はちょっと怪しいぞ。今日私今日お引き受けいただいて、いや、うん、まさか返事来ると思わなくて。返事は行きますよ、ね、返事来ると思わなくて、あもうダメだったんだなと思ってて。あそうそう、結構直前の募集になっちゃったんですよ。あそうなんですね。だって5日前ぐらいの募集じゃないですか今日。あそうでしたっけ。でも1週間経ってないぐらいで、はい、で、まあ、YouTube の撮影この日にやるっていうのをやりつつも、うんうん、なんかすっごいバタバタしてて、はい、で募集できない募集できないって募集した感じ、はい、そうだったんですね、はい、ちょうど見た時にえっ、ー、と思って。よかった、そうよかった、休みだったし、はい、あよかったです。そうです、うん、なんかもう永田さんとこ撮れないから、うんうん、弘中さんとこ行って、うんうん、いいんじゃないですか。そう枯らしてもらって、はい、そう、あじゃあブリーチャーもし弘中ですか。そうですそうですね。あなるほどね。あいつじゃジャニーズの話して帰ってきました。あいつのジャニーズ情報やばくないですか。やばい、うん、うちの妹もジャニオタで、はいはいはい、そう言ってて、いやなんかもういやお客さんがジャニーズファンばっかりになってきてるらしいですよ、はい、あスノーマンとかね、そう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 、ストーンズとか、そうあキラさんのお客さんがとか、そうだ、いや結局さ話が合うわけじゃん。しかもジャニオタの人ってこれあんま言うと怒られるけどなんかそんなに外では出さないらしいんですよ。あそう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 、あんま言いすぎる、いや私ジャニーズ好きっていうぐらいは言うんだけどそれで言っても多分あんまみんなに理解されてないっていうか、そうそう、いや違うんだよ、普通にジャニーズ好きなんだよ、ああいいよねかっこいいよねぐらいで終わっちゃう。それだとジャニオタの人は満足できないから。あなるほど、うん、え本当好き、え今度の滝沢歌舞伎行くとかそこまで行かないから。でも当たんないですよ滝沢歌舞伎。そうそう、でもヒロ行ってましたよ一回。いいな、ちょっと私も応募したんですけど。あ私もちょっと、ジャニーズの方は少しあれ、ちょっとスノーマンのラウールにハマっちゃって。ラウール、はいはいはい、ちょっとじゃあ弘中と被んないです、ね、そう応募したら別に被っても名前同担拒否とかないの。全然当たんないです。全然当たんないですか。当たんないですね。なるほどね。いや弘中のジャニーズファンぶりはすごいですからね。やばくなかったですか。やばかったです。ちょっと私その時はまだスノーマンあまり好きじゃなかったんで、はあ、なのにあのちょっとスノーマンの話題振っちゃった感じ。そうなんですよね。それはてか雑誌見てて美容院で、はいはいはい、でちょうどなんかジャニーズのページになって、はいはい、あ見てた、ジャニオタだなと思って振ってみた。話したらすごい話してくれ て, もうて多分こう視界に入るから。そうそうそう。もうこんな感じで見てた。吉田さんすごいですもんね。ジャニーズに全てを捧げてるから。そうです、ね、すごいですよね。泣いてた印象がすごい強いですよ。へえ。あの長田さんの仕事に出てこないっていう。ああ。あれあれ誰だっけ。あの関ジャニの渋谷スバル君が辞め脱退しちゃうみたいな時に、なんかちょうど営業中の、そう日曜日の営業中で、はいはい、日曜日だからあの大手サロンにいたんで結構混んでるじゃないですか。はいはい。吉田さんまだアシスタントの時です。そう僕の専属アシスタントで。はい。でなんか弘中がすっごい混んでるのに、うん、全然いなくなったんですよ。弘から僕お客さん6人とか7人とか掛け持ってて、はいはいはい、ちょっと待って弘中でその下になるっていうのがあって、うんうんうん、えちょっと待って弘どこ行ったって言ったらえ分かんないですみたいな感じで。そしたらなんか、はい、バックルームでロッカーにもたれかかって泣いてんですよ。脱退しちゃうから。ちょっと待て。仕事仕事。支給されてます。その気持ちわかります。ちょっと待って。お客さん6、7人待ってるんです。うんうんうん。その気持ちわかりますね。気持ちわかります。なんか妹もあ平野くん大好きで、あもうやばかったですよ。お韓国まで追いかけようかみたいな。そう。脱退か。韓国まで。おお。韓国行くっぽい感じの話はしてて、行くんじゃないかみたいな。見たよね、ヒラノ君。すごい、ね、あ見ました。家の近、僕の家と岩崎の家、はい、あのちょっと近いんですけど、あ、はいはい、朝僕は、はい、僕分かんなくてヒラノ君、うんうんうん、っていうのがただすごいイケメンが撮影してんなと思った、はいはい、イケメンが撮影してんなと思ってみたら、はいはい、なんか私も行きしに、うん、日曜日の朝なんで、はい、全然その人が全くいないんですよ、しかも早いし、はい、っていうので誰もいないのになんかすっごい人通り撮影してんなと思って、はいうんうん、私自転車なんでピャーっていうことを言い過ぎたら、はいはい、すごいイケメンが壁にこうこんなんやられてて何やってんだろうと思って、うん、あって思って何やってんだろうなと平野くんだって、うん、あ平野翔だって、俺はもう顔も見たし全部あれだったんだけど、はい、名前とか分かんなくて誰だろう俳優かなと思って、うんうんうん、そしたら朝、はい、店で平野翔いましたね
あれが平野くんね。そしたらなんかそれを友達に言ったら、はい、クロサギの撮影じゃないみたいな。ああ、うん、やってましたよね。見てなかったなーみたいな。見てない私も。すごい。あ、そうヒロに教えてあげればよかったね。ヒロさん、キンプリもあの守備範囲内なんだ。全部でしょ、全部。すごい。おし、すごいですね。でも、とりあえずスノーマンが今やばいみたいですね。うん、スノーマンで生きてるって言ってました。で、長谷さんもスノーマン詳しくなったじゃないですか。いや、そうなんですよ。いや、これ何回か動画で言ってるんですけど、あいつうちに遊び来ることあるんですよ、はいはい。うちに遊び来て、ひたすらジャニーズの YouTube を流すから、はいはいはい、あの、あ、詳しくなっちゃう。いや、詳しくなるというか、僕はハイボール飲みながら寝てるんですよ。はい、ねえ。あの、聞いてあげてください。聞いてあげてくださいよ。だってわかんない。次の日自分が YouTube 見ようとするじゃないですか。おすすめ全部スノーマン。すごい。ヒロさんの履歴たまにあります。私事務所で作業してる時の YouTube のアカウントが長田さんなんで、はい、借りてみてるんですけど、はい、私 K-POP 好きなんで K-POP 流すんですけど、うんうん、絶対次に来るのがスノーマンですよ。なんでスノーマン知らんじゃないんで、なんでスノーマンになっちゃうんだろうとか思ってたら、ヒロさんかこれは。ヒロがうちに来るとそうなる。ヒロさんの履歴感っていうので納得して、あの、申し訳ないけど戻して K-POP に戻し、履歴から削除しといて。スノーマンもね人気ですよね。そう、人気ですね。え、超なんかよく分からずいきなりあのショッピーの画像とかが、うん、やばいやばい、あの、怖い怖い、 LINE で送られてきたり、怖い怖い怖い、東京カレンダーの表紙かなんかやったら、あ、それ送られてきたんですか。表紙です。あ、やばい、告白しないと、表紙です、見ろっていうことプーンしか声がない。いや、なんか職場もジャニオタ多くて。あ、そうなんですね。そう、みんなすごいですね。パワフルですよね、皆さん。パワフルだし活動的、本当、あの、いろんな人に元気を与えてるよ。いや、本当すごい思います。いいなって思いながら、はい、で、メンバーカラーの色にしちゃいますからね、髪の色ね。あ、確かに。インナーカラーとかして。すごいなと思って。素晴らしいですよね。素晴らしい、はい、注げるのが素晴らしい。いや、そう、情熱がね。他でないんじゃないですか、だってこんなにも注げる。BTS とかでもないですよね、ここ。ないですね。うん、まで。見て好きっていう人は多いけど、この、なんだろう、捧げてる人は多いと思いますよ。韓国はすごいですからね。いる？いや、わかんないよ。俺の中ではもう、なんかジャニーズの方が人生を捧げてる人が多い気がする。ヒロさん見てるから。そう、ヒロがいるから。すごいですよ。うん、あいつと出会ってだってもう10年以上ですけど、ずっとジャニーズですからね、うん、一筋ですからね。そうですよね、うん、一途ですよね、うん、逆に他に行かない一途ですよね。いや、でもあれ でショッピーはその頃からいないから、ずっとあいつだってなんだっけ、関ジャニでしたよね。関ジャニ あのメガネかけた人、メガネかけた、あ、ヤス、あ、そう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 、ショッピーは多分いると思いますよ。デビューしてないから。いるか、そっか。でもライブとか楽しいって言うから行ってみたい気持ちはありますけど、でもなんか乗れないと思う、なんか。あ、乗れないですか。乗れないと思う。そんな気がします。なんかよくロッキンジャパンで夏フェスに行くんですけど、あ、はいはい、去年ロッキンジャパンの最終日がトリガー関ジャニだったんですよ、はい、え、へー、ですごい。もうみんなが発狂して、もう普段ジャニーズとかってロッキンってないから、はい、なんかすごいんですよ、ネット上でも関ジャニが出る、関ジャニが出る、絶対ロッキン行くみたいな感じだったんだけど、その日台風で流れたんですよ。運がすごいね。で流れて、はい、なんか今年もロッキンジャパン開催決定みたいなニュースが流れたか、ツイッターかなんかで、はい、コメント欄見たら、絶対関ジャニ去年の台風のあれを忘れないでみたいな、患者に出してください、患者に出してください。患者に熱やばい。すげえぞ。あれ、メンバーもう出るんですか、患者には。まあ、まだ全然だ決定してない。すごいですよね、やっぱジャニーズ。ジャニーズはすごい。すごいね。なんかうちもう亡くなってるんですけど、はい、母親すごいジャニーズ好きでした。へー。だからあの年末はカウントダウンあれをずっと家で見させられるっていう、はい、なんか勝手に応募とかされなかったですか。何です。なんか親があるじゃないですか。そんな面してない。親があるみたいな。いや違うでしょ。いやだってちっちゃい頃だとわかんない、長さんちっちゃい頃の写真なんて見たことないですけど、可愛かったかな。可愛い、わかんないですけど。予想して、予想して。なんか粉まいきそうです。おい粉まいき、ね、大気な少年のお前だけど。粉だからもしかしたらお母さんがあれじゃないですか、履歴書を勝手に送った。うちの袋そういうのできない、ダンスできなかったから。おい。だから親、だけだ、だけだ。だめだった。おい。根本がダメだった。根本じゃない。おい。だからできてからじゃない。お母さんも入ってから習うんでしょあれ。お母さんも。ダンスのオーディションとかないでしょ。あります。
ますよ。あ、多分踊その場で多分ありますよ、うん、踊らされるって言ってました。未経験の子もそれいるけど頑張って踊る、うん、基本みんなダンス経験者とかですよ、うんうん、絶対落ちるじゃん。だから長谷さんお母様に諦めてじゃあジャニーさんはもうこの子ダンスに光るものがあるんですやばいよ、ね、言う光るものあるねなるかもしれない多分もう落とされちゃいました振り付け師一次面接からジャニーさん来ないかな。ジャニーさん 見るんですかね。わかんない。ジャニーさん見なそうじゃないですか。でもなんかこのタレントさんのジャニーさんエピソードとか言うと、うんうん、掃除のおっちゃんかと思った人がジャニーさんだったみたいなのもあるから、もしかしたら、あ、でもダンスがおいだからな、やっぱそこですね。はい、じゃあこれで、はい、はい、そんな感じで塗り終わりました。こんな感じペーパートフですね。中間までが 7.02 インクラインで、毛先は 4.5 にインクラインですね。で、15分後にインフォームつけて伸ばして推薦します。おい、じゃあお待ちください。はい、何ですか、びっくり。もうダンス下手だって言った裏目は忘れねえからないや、だって本当に下手なんです、ね、うるさいわじゃあお時間をきます。はい、お疲れ様でした。長い15分経過なよいしょ、ごめんなさいね。よし、取ってインフォームつけてコーミングして流します。いい、じゃあこんな感じでコーミングが終わったんで、まあ1分ぐらいですね、1分2分ぐらい、若干なじましたらそのままシャンプー台に行って、しっかり水洗、ヘマヘマで、ヘマチンですね、ヘマヘマでチェンジリンスして、でシャンプー、インフォームをもう一回混ぜたシャンプーでサクッとシャンプーして、でドロップのチェンジリンスですね、お願いします。ほい、はい、そんな感じで中間水洗が終わって今こんな感じですね。よいしょ、アプリーチ部分もう軟化せずにいい感じにストレートになってんじゃないでしょうか。じゃあこれで中間処理ですね。中間処理、はい、こちら2つ、メテオのコネクターとアクアですね。コネクター5倍希釈、アクア原液です。はい、とりあえず1回乾かしました。ハンドブローです。根元水分1割残しで、さっきしっかり乾かしたんですけど、ここから先ブリーチ部分に関してはアイロンの熱を少しでも抑えたいんで、もうブローしちゃいます。水分が残ってることによって、アイロンの熱がブーストして還元剤ですねのパワーが上がってしまうので、先は完全にカラッカラになるようにブローします。こんな感じでもう水分がない状態で、根元にはブラシを入れない、そんな感じでいきましょう。はい、はい、そんな感じでブローまで終わってますね。根元はまだ若干水分残ってます。毛先はブローが終わった状態で、あとさっき言い忘れたんですけど、襟足もみあげは根元からブローしてます。はい、この水分コントロール、まあ ドライコントロールとかいう場合もあるんですけどが、宿毛矯正には特に大事になってくるんで頑張ってください。いきましょう、アイロンは通常通りです。さあさあ、どんどんストレートになってきますよ結構これでもまっすぐですよ。いや、そうそう、これで固定してもいいぐらい。これだとなんかちょっとまだなんていうの、ふわふわしてるんです。そうですね、これをつるんとさせたいんです、はい、開けたからにはつるんと、はい、カットどうしましょうかね。まあ長さはそんなにって感じですよね。そうですね、せっかくストレートもしたしそうですね、うん、どうしよう前髪を作るか作らないかっていう、うん、ああなるほど、なんかずっと2年ぐらい伸ばしてやっと伸びて、じゃあ切りづらい、いきなりでやっと伸びて、でもう梅雨来るしなみたいな、うん、ただストレートかかったから、はい、ぶっちゃけせっかく伸びた前髪で、はい、ストレートも効いてる前髪で、うんうん、梅雨を一回過ごしていただきたい部分はありますね。あ、じゃあこのまま伸ばすって感じで。いやでもかっこよくしますよ、もちろん、はい、そう、ずっと切りたかったんですけど、うん、いやちょっとここまで伸ばしたらそうでしょ切れないなっていう、せっかく伸びたんだったら切ったら元通りですからね。そうなんです、一回切って失敗したんですよね。なんか癖が出てきちゃってすごい、あー確かにね、うん、でダメだと思って、うん、ダメだダメだ、もうやっていけないと思ってやっぱ仕事中どうしても髪の毛結ばなきゃいけないから。あ、そうですね、なるほど。そう、中途半端だと前髪残るじゃないですか、うん、確かに確かに、だから入れられないっていう。長めでいきましょう今日は。あ、はい、その方がいいと思いますよ。そう、これで固定していくイメージですね、はい、いや楽になる。いやびっくりしますよ、ね、うん、乾かした時に寝起きとか、うん、すっごい後ろぐっちゃぐちゃになるんですよね癖のままだとやばいです。なんかもう絡まっちゃって、うんうんうん、中で切れちゃってみたいな。なるほどね、それね、もうなくなってます。これでまたツヤが出ますから今度は、うん、マジで、うん、どうしようもなかったんですよずっとでもいや、もう一回言いますけど、はい、いい感じの癖でした。やっぱね、あのまま残すってなったらどうしてました、永田さん。え、もう今日はそのままお帰りください。
嘘でしょ。僕だってハイライト足しますね。あ、うん、特にあのもうしかも全体に足すと、はい、なんかのっぺりするから、はい、あの表面だけ。あでバレエ味調になると、はいはい、あのもっと癖が生きるかなと思って。あまあストレートでもいきますけど、はい、よしやったとしたら、はい、でもそんなもんかな、やるとしたら。あと顔周りの長さが結構長く、はい、長すぎたんで、はい、ちょっとかき上げたりしてもいいように、うんうん、カットデザインを変えますけど、とりあえずあのブリーチも西雲矯正という、はい、あのミッションを与えられたんで。昔に比べてブリーチも西雲矯正そんなに怖くなくなりました。いろんな薬剤が揃ってきたというか、はいはい、うん、昔はもう絶対 NG でしたけど、友達チリついてましたよ。めっちゃチリついてて、ちょっと見たら怖くなってちょっと一旦やめたんですよ。やめたんですけど、うん、でもなんかもう本当嫌で、うん、なんか無理だわと思って。なるほど、大丈夫です。今日はいい感じに、もうチリつくことはほぼないな、はい、髪乾かすのがめっちゃ苦手なんですよね。わかります？あ、わかります、それ髪の毛、癖があるとね、乾かしづらい、乾きづらいのと、そうなんですよ、乾かしてもなんかどうやってスタイリングしていいんだか分かんなくなったりとか、なんかミスト買って、おー、ありがとうございます、そうやって、うん、使ってるとやっぱ伸びますね、うん、ちゃんと。え、あ、めっちゃ良くないですか？そう、伸びるんですよ。ちっちゃいネリを取る、え、そうなんですよ。そう、レブリンさんが入ってるんで、で、私しか使ってないはずなのに、うん、なんかちょっと減ってて、おしや、使ってんなみたいな。お隣さんですから。そうそうそう。でも子供は全然癖なくて、直毛でなんか量多いから、いろいろ減っちゃうんですよね、家に置いてあるもの。そうなんですよね、だから隠しておいた。シャンプーとかも絶対なんか使ってほしくないから。あ、みんななんか隠してる人もいるらしいです。あるもの、あるもの使うからいいなと思って使うじゃないですか。そう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 、どんどん減ってくっていう。わかる。そう、でも結構それで主人とかが気に入って、うんうん、はい、使用量が増えて困ってるっていう人も多い。そうなんですよね。旦那とか髪短いから何使ってもいいじゃんって思うんですけど。え、思いません？なんか、いや、うん、いや、でも多分あれですよ、あんまり頭皮刺激が多いシャンプーとか使っちゃうと、はい、剥げちゃう。あ、うん、だから、そうだから抜け毛が減るって言って、うん、要は、うん、まあマイルドなシャンプー剤っていうのと、はい、頭皮環境にいい成分が入ってるからっていうのもあるんで、はい、全然髪が抜けなくなったっつって旦那さんがものすごい使ってるパターンをよく聞きます。全然、あの育毛成分とか入ってるわけではないんで、はいはい、歌ってはないんですけど、一貫論で言われてました。へー、やだ、少なくなっちゃうから。やめときましょう。やめときましょう。ちょっと畑さんの将来の毛根よりも自分の。そう。でももうなんか髪の毛はしっかりしてるんですよ、結構。あ、じゃあいいじゃないですか。そう、うん、なので、うん、多分悩んでないと思う。悩んでない。悩んでないと思う。だいぶツヤが。ね、すごい。はい。めっちゃ髪の色明るくなったって感じします。あ、そう、これね、あの一液つけると、はい、じゃあの中の結合が一回還元って言って離れるんで、色がパッと明るくなるんですけど、はい、2液で固定すると、はい、もうちょい落ち着きます。その結合にくっついてた染料が浮いてる状態で見えないなってるんだけど、はい、それが戻ってくるんで、はい、カットどうしようかな。いや、でもコロナ禍もカットしましたよね、これ。あ、しました。いい、ね、この耳の後ろえぐってあるあたりが言い方しました。教えたことあるなと思って、はい、でも本当その時傷んでて髪の毛、うん、今よりもどうしようもないぐらいぐっちゃぐちゃになってて、はいはい、絡まっちゃって、うんうん、なんかめっちゃトリートメントしてもらってサラサラになりましたけど、だからあの流派が同じカットだからすごい変えようがないって。いやいや、そういうことか。だからそんな悩んでるんですね。いや、なんかここはこうだよねって、あの直属の弟子だ。一番近々の弟子だ。そう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 、まあ上から言うと悪くないじゃん。ヒロさん見るかな、この回。あいつ見ないよ、俺の YouTube。 今日こんなにヒロさんの名前出てるじゃ、たまに出てきて、はい、でヒロナカのとこに行ってくれるお客さんも結構いるんですよ、はい、でそしたら僕の YouTube 普通見るじゃないですか、はい、全然もうあのスノーマンしか見てない。いや、すごいヒロさんの名前出たのに。見るかな、ヒロさん。全美じゃないですよ。で、またヒロさんのところに、ジャニーズ好きなお客さんが。いよいにいる2時間の間、ジャニーズの話で埋もれたい人はっていう。埋もれたい人。なんか前の日もジャニーズの話したみたいで。いや、毎日してますよ、別に。なんかすごかったですって言ってました。うん、いますもん。だって僕、普通に一緒に働いてて、はい、すっごいジャニーズが好きなお客さんを僕が切ってて、はい、ヒロナカはもうほぼベタ好きで ずっとついてたんですよ、アシスタントはい、で、弘中デビューしたら、はい、弘中担当になりました。あるんですよ、それ。弘中のお客さんに変わりました。まあ、ありがたいですけどね、なんかそういうの楽しんできてもらってる、うんうんうん、僕のカットよりもジャニーズ話だったんだ。負けちゃった、負けちゃったみたいな感じで。ヒロさん、どうですからね、話が。さらに腕を磨かない。
切ついていかなかったんだけど、その話についていけないですよ、ついていけないですよ、ガチの人たちが、うんうん、ついていけない、本当エンタメ苦手ですもん、ね、エンタメにお前いつも言う、いやそんなにだあなたほどテレビ見てないんですよ私、私そんな見てないですよ、いやでもなんかニュースからエンタメから全部詳しいじゃん、苦手なのはスポーツだけなんでそこを補ってもらってる、スポーツはめっちゃ詳しいじゃないですか、スポーツ面白いですよね、はい、本当見ないんですよ、してなかったんですか部活とか、なんか1年だけバスケ部やって、 あとはダンスとかなんかいろいろやってましたけど、はい、本当見れないんですよね、バスケとかめっちゃ楽しいですよ、ワールドカップ始まるし、あそう8月ね、そうなんですかバスケですか、バスケバスケのワールドカップ沖縄で始まる、沖縄いいですね、8月25ぐらい、うん、そうよく知ってますね本当バスケも見るんですか、バスケも見るよ、もちろん面白いですよね、本当なんで全部見ますよ、ね、9月からラグビー始まるそれも見るんですか見るもちろん楽しいですよ、でもサッカーとかちょっと点入んないと前後半全部は見れないけど僕がサッカー一番見るから、あ、なんか上から音がする、お寿司屋さんです、あ、すごい、なんかこっち来て生物を食べて、うん、当たって東京来てから東京の生物食べれなくなりました、ちょっと怖くて、どこですか、実家鳥取なんですけど、あいいとこだ、日本海だ、そう、はいはいはい、なんか食べたら当たっちゃって、当たっちゃった、ちょっとなんかもう無理だわ、何で当たっちゃったの、イクラかなんか食べて、イクラ、そう、絶対食べないと思って美味しいですよ、あの信用してる寿司屋さんぐらいしか行かないです僕生牡蠣なんて普通にあれですよ、3回ぐらい当たってます、めっちゃ辛くないですか、しんどいです、ね、しんどいけど食っちゃうんですよ、うまいから、生牡蠣はいいとこの食べないと確かに ね生牡蠣はね強烈です、たったうまいんですよ、好きで好きで、好きな人ほんと好きですよね、なんか食べてますよね、メニューに生牡蠣があるといつも頼んでる気がします、長田さん食べたことないんですけど、あ私も生は食べたことないです、ね、生牡蠣ですか、うまいっすよ、お父さんめっちゃ好きですけど、いやほんとうまいっすよもうどこさんどこさんみたいなのが並んでたりする、はい、すごい話だと思いませんか、味違うんですか、全然違うよ、バカ字だへぇだって、はい、すごい話贅沢ですよ、あ、まあまあまあ、だって牡蠣のオイスターバーとか行くじゃないですか、はいはい、北海道産とか、ね、広島とかもありますよね、広島さんも宮城さんとかが一つのテーブルに並んで、はい、旅行行かなくても全部のところの牡蠣が食えるんですよ、確かにグリーン食ってろ牡蠣はなんか食わず嫌いで食べたことがないのでダメですね、見た目がどうしてもちょっと食べない、牡蠣フライとか美味しいですよ、ダメなんですよ、なんか中見ないで口に入れちゃえば、その匂いもあんま得意じゃなくてえー、いいグミでも食ってろ、なんで、あ、2液持ってきますなんでそんな言い方する、ひどいな、ほんと冷たい楽しそうですよね、お仕事なんかいつも見てて楽しそうだなって思います、本当ですか、はい、TV バトルですよ、本当ですか、耳はそんなイメージ全然負けないように、あ耳バトル、でも確かにそうですよね、すっごいサラサラ、ちょっとこれで準備しますね、はい、じゃあもう2液ですね、もうバッチリだと思います、間違いない、はい、アルテマセカンドローションオキシにメテオ 20% 鉄板の組み合わせですね、キットなんでさささっとつけちゃいます、バーッとつけてコーミングして、やっぱ酸化不足、酸性液、特にあの毛先の方の酸性の方は酸化不足に陥りやすいんで、塗布量しっかり、時間長め、もうそれだけでいいです、それが一番簡単に酸化不足を起こさないと思うんで、もう本当にそこら辺はねしっかりとこだわってつけてください、よし、じゃあこれで時間置いて流します、流したら流しヘマチン、うん、軽く泡立てをしてもらって、でその後トリートメントですね、メテオのコネクタ、原液塗布した後にアリミのコアミの R ラインですね、 R ラインブリーチ網にかなり有効的なんでしっかりとやってもらいます、お願いします、はい、そんな感じで流し終わったんでミストつけてオイルつけて乾かしてみましょう、あっさり切ることはないんでドライカットでいいかなと思います、はい、じゃあまず乾かしましょうね、さあ楽しみじゃないですか、人生初宿務矯正、はい楽になりそう、いや絶対楽になりますすごいすごいめっちゃサラサラです、すごい、うわー軽い全然違くないですか、全然違います、めっちゃ軽い、どうしようかなカット、いい感じにはなりましたね、でもそうですね、うん、ちょっとこうかき上げたりしてほしい、うん、ここら辺の整えていきましょうかね、はい、はい、寝てない寝てないどうママ
止まった止まったママじゃないよしさあどうしようかなどうしようかなよしちょっと後ろお願いしますということでこの、まあ、ストレートですねまずストレート完璧かと思いますよいしょ、まあ、ちょっとこういうところはね少しもうちょいねあの切れ毛っていうのがなくなってくると思うんでどうしてもくせ毛から一発目の宿毛矯正ってこういう切れ毛が出てくるんでこっから育てていくっていうイメージですねこれぐらいのいい感じでさらにレイヤーもいいおい弘中俺の仕事の邪魔すんじゃねえレイヤーもいい感じだな弘さんがすごいあいつあでもちょっとイングラ入ってますねわかるかなこれイングライングラって言ってこの内側の毛を短くして内巻きに入れようっていう僕は あんまり好きじゃないやつが入ってるんでこいつはぼかします、はい、あいつイングラ入れるよねわかんないですそれは私はいや多分すごいあの内に入れたいんですよすごいあこれは外に跳ねてもいいじゃん派なんで逆らってます見てほしいなこれ絶対見ないストレートになるとわかるカットラインの綺麗さヒロさんがすごいやることで大丈夫です、はい、ちょっとじゃあイングラを綺麗にしつつレイヤーも整えて前髪もちょっとここら辺もう少しクオリティ高くできるかなと思っていきましょう、はい、はい、じゃあ今日カット解説しませんすることがあんまりなかったんででないということなんでちょっとこう襟足のブラントの部分取りつつ、まあ、ストレートでここの下にいるイングラをこれですねこれが内側でこれが上に乗っかってる部分なんでこれあんまり馴染ませちゃう派なんでここ切っちゃいますそうすると綺麗に馴染んでくるこうなんか筆の先みたいになった方が僕は好きですけどね内に入れたいんでしょうねそこまでして他の美容師さんだったら言わないけどね弟子だからちょっと辛口なんではい、そうそう。この動画、ね、腕の先みたいになる、はい、いいかなと。はい、個人的の好みですね、これは。この襟足のところの C シェイプも跳ねやすい原因になるんで、ここは取ります。よいしょ。しかもあいつ、この間、はい、来たんですよ。フラットここじゃなくてサロンの場所で、はい、何しだしたかと思ったら、はい、なんかハサミが新しいの欲しいんですみたいなで俺のワゴンからハサミ取ってったの泥棒みたいな言い方しないでくださいよ使ってないのありますよねみたいな使ってないのあったんですか使ってないのあったあ、いや結局ハサミプロデュースして作ってるから、はいはい、何回か途中段階のやつとかが、はい、完成品じゃない持ってかれましたお買い物しに来たお買い物じゃないよ窃盗だ窃盗よし押して逆こっちも逆ニュアンスなんでそんなきっちりシェイプコーミングしなくてもいいと思いますニュアンスでどんどん形を作っていくっていう形ですねでこの流れるところこうした時に流れるところが重たいんでまず分量を決めます分量を決めて流れるところが少しもう少し量欲しいなと思ったらこっち流れましたね。そしたらドライカットなんですけど、ドライカットで量を取るともっと流れるんだけど、その前にこの内側ですね。ここに角がいそうなんで、前に引っ張ると、これですね。ニュアンスを作っていく。そういう場合はこのセニングいいですね。20目のセニングっていうのは。あといって中間のとこからガツガツすいちゃうとダメージの原因になるんで、こうやって、ちゃんと狙いを持ってやってあげるといいですね。よいしょ。こういう角ですね。セニングでブラントを切るイメージ。そうすると、僕がよく前髪でやってる手法ですね。うん。いいじゃんな。そしたらドライカットを。さあ、よし。この重たいとこ、こう内側に重たいのがいるっていうのが分かったら、めくって引っ張って、重いとこを取る。一気に終わります。流れが。違う。全然違う。そうそうそう。この、あーなんかハイライトもいい感じだ、畜生そう俺の仕事
岩崎も弘中もそれこそみんなハイライトうまいんですよ。なんかそうあの前のサロン、はいはい、僕めっちゃお客さんめっちゃ抱えてやってたんで、ハイライト入れることはほぼないんです、はい、だからじゃあハイライトっていう指示を出すと、はい、みんなせこせこと入れ始めるっていう感じで、いや今考えると良くないですよ、自分でデザインしてやれよって話なんですけど、でもそれをがっつり教え込んであるから自信はあるんで、はいはい、でハイライトがブームな時期があるんですよ、自分で入れないくせに、なんかこいやこの春はハイライトめっちゃかっこいいよねってなんか思ってる、なんか時があって、はい、その時とかはもう弘中とかもうそれこそなるとか、はい、あの岩崎はもううんざりで、はい、またハイライト、また、ね、一人二人だったら結構いいんだけど、はいはい、多分自分やらないからってこの予約状況分かってんのみたいな、めっちゃうまかったですよ、うまかった、さすが早いんですよね、早かった、回数こなしますからね、僕が気分でハイライト入れましょう今日っていう後ろでせこせことあの、ホイールの用意がされる、よし、大体あのフロアの調和を崩して、はい、席が足りなくなるじゃないですか、で他のスタイリストは岩崎とかに怒る、かわいそう、かわいそう、すいませんだってしょうがないじゃんうちのボスがなんかまたハイライトってお客さん何も言ってないけどやめて言ってなくてもやっぱ提案っていうのご提案、ご提案、ご提案ってそのいつもと違った感じって言うとハイライトっていいんですけど、いやちょっと予約表見てほしいな一回みたいな今はねそんなことあのちゃんとマンツほぼマンツーみたいな感じたまにいいとこ取りされますけどね何いいとこ取りってなんかハイライト、まあ、2席だけど、はい、ちょっとカットしてて私がハイライト入れてるとかするともう全部色あったのに前髪の 2,3 枚だけ入れに来るあ私のいいとこ取りがとか思う私のデザインとして完成させたかったの最後のなんか面白すぎるやって俺僕がやりましたみたいな感じで行くからああ聞いたことありまやってた本当だよ、いろいろねそれこそヒロとは長かったんでいろいろありましたよ、よしいいんじゃないですかね、すごい、触ってみてくださいもうバッチリだと思います、ちょっと軽くもなったし、はい軽くなりました、うん、ちょっとこれあの最初の実は前髪がペタンとしやすいんですよ、はい、なんでアイロンしてからのマジックカーラーちょっとおすすめです、はい、こうして前に持ってきて、はい、アイロンで気持ち内巻きを作ります、はい、そしたら温まってる状態でこうやってマジックカーラーを真正面に巻く、温まってる状態でっていうとお客さんがすんげえ急いでやってアイロン落としたりするんですけどあの3,4 分は猶予あるはず、はい、そんなすぐ冷えないそうそうこれやっとくとね、はい、あの全体のボリューム出やすいです、はい、よし、で軽くストレートアイロンしましょうかね、ストレートアイロンで最後2液にメテオが入ってるんで、メテオ GL 入ってるんでこれのトリートメントを固めていく作業&脱水ですね、あの縮毛矯正かけた後ってあのできる限り乾燥してほしいんですね、なんでストレートアイロンをかぶせることによってちゃんとトリートメント成分も固まるし水分が入ってこないことによって残留アルカリとか残留化水の悪さもしなくなるっていう形なんで、サクッとでいいんでアイロンをしてあげるといいですね、脱水してあげてメテオのツヤを出してあげる感じですね、かといってちょっとこういう髪質の人はあんまりあの一生懸命やりすぎちゃうとあのペタンとしちゃう、せっかくストレートかけたからなんだけどペタンとしてもダメなんで抜け感欲しいからこんぐらいサラッとでいいかなと思います、結構インスタとかによくありがちなあのあワンレングスでツヤン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 っていうやつもすごい素敵なんだけど、だってハイライトがせっかく入ってるっていうんだったらレイヤースタイルの方がかっこいいんじゃないかなと思います、よし内に巻く、よし、これ今アイロンはすごいツヤっとしますけど、はい、さっきあの乾かした感じでブローした感じであそこまでストレートなんで、はい、もう梅雨超楽ですやったやった、梅雨すごい楽になります、うん、梅雨が本当に地獄だった、梅雨地獄ですよね、そうなんですよ、中途半端な長さだとまた本当に大変なんですよ、ね、そっか職業柄あれか結ばないといけない、そうなんですよ、うん、で夏もう梅雨の時期ぐらいからプール始まるので、よー
塩素にやられるっていう、そう、プールね。プールが超塩素たっぷりなんで。でも幼稚園ってビニールプールですか？はい、違います。大きい。作るんですよ。うちはなんか夏になったら。あ、そうなんだ。で、夏終わったら解体して片付けるみたいな。すごい。そうなんですよ、ね。僕なんかビニールプールっぽかった。私もビニールプールだった。ビニールプールって普通のビニールプール。ビニールね。なんか膨らますみたいな。あ、そうです。そういうのじゃないです。赤ちゃん組はなんかそっちですけど。え、あれ何歳だろう。3歳からは大きいプールです。めっちゃ可愛いんですよ、その時の私。へえ。可愛いですよ。今も可愛いよ。もう黒髪で髪の毛クリンクリンなんですよ。へえ。え、クセっ毛だったんですか。あ、私今もクセっ毛ですよ。へえ。全然ここら辺くる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 しますね。へえ。いいですね。やった。ちょっとふんわり感出したいんで、ちょっとスプレーぐらいにしましょうかね、はい、あんまりオイルでやっちゃうとペタッとしやすい髪質なんで、はい、どっちかっていうと少し動き出していった方が似合うかなと、はい、なんかもう癖が嫌すぎて、うん、朝オイルやったらすごいことになって、うん、ちょっとペタッとしちゃいますよね。え、そうだからもうちょっとダメだなと思いました。こういう感じでちょっとデコボコ感を出してあげつつ、はい、毛先の先はやっぱブリーチしてる部分には塩素オイル、はい、うん、ブリーチしてる部分だけ、はい、だから根元につかないように、はい、だからこれでやる場合はこういう糸を吸わないで、はい、ここに周りにくっついてるやつだけでいい。あ、へー。そうだから1本あれば1年持つと。へー。でも本当もう、あ、すごい、うん、これほんのちょっとよーく伸ばしてめっちゃ温めて、はい、この毛先の先だけ、要は保護してあげるようなイメージして、はい、ついたんだかついてんだか分かんないかぐらいで全然いいです、はい、そう。よし。で、こうなんとなくこう動きのあるストレートヘア、はい、完全にペタンとはしたくなかったんで、はい、ただストレート矯正自体はかなり綺麗に、はい、ブリーチしててもこんぐらいできればよくないですか、はい、多分全然違う。その お友達の友達のチリチリは悲惨でした。悲惨でしょ、絶対。本当にブリーチもはね、こんなに簡単にできちゃうんですよ。へー、すごい。よし、これでここが、あ、本当だ、こういう感じになる。すごい、はい、で、なんとなくブレちょっと根元を軽くつけといたり、はい、まあ、すごい。よくないですか？めっちゃ綺麗です。はい。イエーイ。イエーイ。先生、チャラいですね。イエーイ。え、みんなイエーイってノリです。いや、そっか、その方が子供は喜ぶ、はい、あの。うちのリーダーがイエーイ好きなんで。あ、そうなんだ。はい、すごい。いい感じ、いい感じ。めっちゃ綺麗。で、この今日切った前髪あたりのレイヤーっていうのも、はい、かなりいいかなと思うんで、はい、よいしょ。こうです。本当だ。めっちゃハイライト綺麗。これじゃないぞ。ハイライトめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃないですか。これ、ね、まあ、そうだ。ハイライトは綺麗に見える仕事でしょ。そう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 。めっちゃ綺麗です。普通の髪だったらこんな出ないから。確かにね。はい。OK、 はい。はい、そんな感じで以上です、はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと後ろからすいません。はい、まあこんな感じですね。あの、カットしてません。ここら辺ちょっと綺麗に直したのと、横からこちらですね。こういう前が流れるレイヤーを入れただけです。はい。で、今日使ったネオメテオ、7.0 と 4.5 ペハですね。毛先ブリーチ部分には 4.5% で、しっかりとペハを下げてリスク少なく、なんか絶対させないように、アルカリを使わないで、しっかりと酸性液での縮毛矯正をするっていうのと、根元の部分は、弱酸性液ですね。中性7ってペハ7のネオメテオに対してインクライン 10% 入れると、まあ、ペハがちょっと下がって弱酸性液になるんで、それでしっかりと、こう、ツヤ感のある仕上がり。まあ、4.5 でインクライン 10% だと、やっぱここら辺だとちょっと弱いかなと思うんで、そこら辺は少し塗り分けで対応することができました。いいんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。皆さん、お待たせです。よいしょ。はい。ハイライト綺麗です。いや、普通の髪だったら、これ出ない。本当に。大丈夫、気ぃ使わない。いや、割と知り合いなんで。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほぼ廣中さんでした。廣さんにとあの公開したら URL 送ったらいいんじゃないですか。いや、いらない、どうせ見ないから。スノーマンの話題じゃん。ショッピングショックそんな知らない。俺も分かんないけど、どんどん送られて。はい、じゃあそんな感じで今日もう一本撮りましょう。へぇ。どこ映してんすか。くせ毛ですか。くせ毛までは映ってない。今日のピンクメイクを映してます。あっちか。
さい。バイバイ。雑。